はい、次の投稿は、はい、野雪さんからの投稿です。はい、こんばんは、野雪です。7月17日にロディは4歳になりました。おめでとうございます。ロディの誕生日は、うん、旦那が人参で数字の4とろうそくの日、うん、そしてキュウリでろうそくのろうを強制的に作らせました。お野菜で、うん、旦那さん器用です ね、 ね久々の人参にロディは大喜びで一番最初に食べました。好きなんだロディは出会った頃は顔のカラーは鼻周りだけは濃かっただけで白い部分が多かったのですが、だんだんと顔にカラーが出てきて今のような感じになりました。ちょっとこうブチな感じなんですよね。耳の長さと体の大きさは今とほぼ同じぐらいですが、顔はとても小さくてアンバランスなブスギ真っ最中でした。なんてこと可愛いですよ4歳になり少しずつ体の変化が出てくると思いますが、目指せ5歳です、うん、ということで今回は誕生日のうまうま顔とロディと出会った日の写真と、うん、我が家に来て数日の写真を送ります、うん、はい、親バカ写真ばかりですみません、そんなことはないです、うん、さて話は変わりますが、はい、我が家の夏対策はめっちゃ暑い埼玉県なので、そうだよね、24時間エアコンフル稼働です暑がりの寒がりなのでエアコンの温度設定には気を使いますが、はい、ロディは暑いと鼻が濡れるので、うん、あ、そうなんだ、その様子を見ながら温度調整をしています。私たちが留守の間はエアコンに頼りっきり、滑ったり割れたりする素材をケージに入れておくのは不安なので、クールアイテムは使いませんということで、ね、そうですね、一日中だって、だったあの暑いところでしょそうなんですよ、ね、そうですよね、普通多分ね、今の時期入れっぱの方が多いと思いますよ、うん、そうですね、うん、逆にだって消せないもんねそうですよね一回つけちゃったら何度ぐらいに設定してますか、うん、最初は一気にギューって26ぐらいで冷やして、安定してきたらちょっと28ぐらいかな、7か8ぐらいで、うん、はい、ということで、では誕生日を迎えた、おお、合成ですあれがろうそく、きゅうりと人参で作ったろうそく、あ、そうなのね、あれね、知らないけど、白髪が、あれを見るとやっぱり年齢年が経ったんだなって、そうですね、ちょっと黒い部分に生えてます、ね、あとは基本的にあんま変わらないですね。他にもね、柄が出てきたわっていう方いたら、ね、ビフォーアフターみたいな感じで、そうですね、送っていただければ、比較をね、
ねえ、へえ、あ、ロップはバランス結構変わりますよねということで。なるほど、はい。ロップといえば萌ちゃんいるよパパはいるのかな。ねえ、最近他のパパがね、いっぱい投稿してくれてるのでね。そうなんですよ、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。では次はですね、みよちさんからの投稿です。うさぎの名前、まめすけ、男の子、ネザーランドドワーフ、うさぎのおめめの皆さん、こんばんは。こんにちは。部屋んぽなどの様子の、写真をムービー制作しました。よろしくお願いしますということです。はい、はい、では見てみましょう。もうムービーメーカーも使いこなすようになりましたよ。可愛いですよね、まあ、うん、可愛い。あの鼻のとこだけ。そう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 。いろんな紺色のバランスありますね。あります。絶対入りたくないって言ってさ、自他だって言ってさ、それこそミヤさんにもらったあ、はいはい、あそこに入っちゃってさ、出てこないブンカーってそこだけすごいけど、あ、なんかあのぬいぐるみがお気に入りなんですか。結構でかいよ。いやで見つけちゃうとさ、やっぱりなんかあのみよっちさんの右側の、この記号っていうかマークって、これは何を意味してるんだろう。なんでしょうね。ね、ちょっと知りたいです。読まなくていいのか迷って、毎回読んでないんですけど、なんて読むかわかんないしね。もし読むんだったら読み仮名を作ってください、うん、オメガ、あ、オメガ、みよっちオメガなんですか。なるほど。それともただのアクセントっていうか、うん、どっちなんだろうね。どっちなんでしょうね、うん、記号でオメガです。うん、なるほど。うーんだって。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次の投稿は、クリオネさんからの投稿です。はい、うさぎの名前、佐野獣、うん、はい、お月様在住、女の子、ホーランドロップ、うん、オレンジ、原田さん、うさぎ先輩、うさめ部の皆さん、こんばんは。こんばんは。佐野樹のママ、クリオネです、うん、はい。今回は、今まで桜の木としかお伝えできてなかったマナ娘、佐野樹の名前の由来を細かくお伝えしたいと思います、はい、佐野樹というなかなか珍しい名前にはこんな思いが詰まっています、うん、皆さんも同じだと思いますが、愛情や願いを込めてつけた名前、うさちゃんはしっかり自分のものにしてくれてますよね、うん、いつもどういう意味、何語なんて聞かれちゃう名前だけど、佐野樹も佐野樹って名前しかないなと思ってる、大好きな名前です、うん、ということで、うん、はい、そうなんですよね。佐野樹じゃないんですよ、佐野樹なんですよ。桜の、そうなんです、桜の樹、ね、なんですよね、うん、皆さんこんばんは。
に佐野樹の名前の由来を教えちゃうね。佐野樹目線で、うん、かわいいでしょ佐野樹。かわいい、かわいい。皆さん何、佐野樹の佐は桜の佐、佐野樹のお姉ちゃん猫ちゃんは、うん、同じ名前の子いるな。それでママはない頭を使って考えた。さくらちゃんはすでに飼ってたんでしょうね。あ、桃姫ですね。はい、そうだ、今日ニコさんがいる。最初に思い浮かんだのがサノカ、桜の花ですね。うん、こんな子ですね、ということで。あー、なるほど。第一提案はサノカ。ハム兄ちゃんです。ハム太郎の兄ちゃんですね。ハム太郎じゃない、ハムスターの兄ちゃんですね。いたんですね、多分いっぱい飼ってたんですね。ねえ、いろんな種類ね。そんな、ハム兄のね、お兄ちゃんの分も大きく元気に幸せに育ってくれるように散歩ぶうさぎさんもサノカも可愛い。願いを込めてお兄ちゃんの名前からジュの一文字をもらってつけたのが、うん、要は今の佐野樹になったんですね。それぞれね、やっぱ思いがありますよね。佐野樹なんだって、気に入ってましたね。深いですね。いっぱい考えたんです。愛情ってやつがこもってるらしいから、まあいいかなーって。まあ当の本人は結構ドンキなんですよね。まあいいかなーって、うん、なるほどね、うん、ポアロってお名前は結構すぐ思い浮かんだんですか。意外とね、うん、あの もともと私アガサクリスティが好きだったから、そのポアロか、あー、うん、そっかそっか、そうそうそう、その辺でっていう。そしたらちょうどその体の色のね、バランス、ね、白いの着てますもんね。と、うん、でもこれしかないと思ってもうすぐ決まりました。あー、うん、そうか、はい、そうですね。結構皆さん好きなものの名前を合わせてとかなんですよ。色は色でパーじゃない。あ、パーロくんね、パーロくん。はい、他にもね、あのもっと名前の由来を詳しく言いたいという方はぜひこんな感じで投稿してみてください。お願いします。名前も覚えるのでね、うん、私が、あ、 そうですね、私がね、そうね、そのうちやろうと思ってるんだけど、こうね、表をちょっと作って、ね、常にここに貼っておこうと思ってた。そうするとあんまり失礼もないかなと思って。あれと思って、うん、そうですね、難しいんですよ。たまに間違えます、すいません。はい、はい、ありがとうございます。